さあ問題作が始まるぞ。恨みっこずくのヒーダン2パート2だ。前回は奴らに翻弄されたが俺を出していく。今回は俺を出していく。よっしゃ、行くぞ。お？あ、放送室かこれ。え、もう放送室来るんだ。目指そうとも思ってないのに放送室に来るんだよこれ。放送室か。まだ動くようだな。しかし、ここはどこなんだ？この学校には誰もいないのか？この中学校は一体何なんだ？前の情報、前もって情報がない状態で来たらこんな感じになるか、そりゃ。なぜ俺はここに呼ばれたのだ？お呼ばれしたみたいな感じになってるけどさ。いや、こんな奴は呼びたくないわ。俺がしきっこさんだったらこんな奴は呼ばんわ。ちょっと GC 過剰入ってる。これ。早く助けを呼ばなければ。頼むぞ。誰か、この放送を聞いていてくれ。ほ？おお！どうした？いやうふぅくく、どうだ、学校という聖域を汚された気分は。せめて助け呼べ。誰も聞いてはいまい。誰も聞いてないことを言うことでお前遊んでんじゃないわ、お前。ついに、俺の時代が来たのだ。おい。む？おい、変態。誰だ、貴様は。俺のスイートタイムを邪魔するのは誰だ。スイートだと思ってるのはお前だけだよ。ちょっと待って、お前はテレパシーで話すな。テレパシーなんか、そんな能力があるのはおかしいだろ。これまでってもういろいろおかしいけんさ、もうテレパシーぐらい使えてもいいような気がしてくる。質問に質問で返すとはいい度胸だな。俺の張りかけている貴様は誰だ。ああ、お世の名は平田隆だ。あ、隆くん、平田隆くんで。あ、出てくるんだよ今回も。嫌なとこに出てきてくれたな。平田だと。この学校にいるのはお前一人だけじゃない。何人もの怨霊がこの学校にいるんだな。なんで顔赤いの。聞いていたのか、今の放送を。ああ、聞いていたぞ。多分この後に聞きたくはなかったがなっていう言葉が来ると思う。あれなんだ、恥ずかしいのか。だったらなぜやった。恥じらうのならなぜやったんだ。やめろ、やめてくれ。まあよくはないわ。まあいいって言葉で片付けられんわこれ。俺はまあいいや。この学校から出たかったら俺のとこまで来い。この学校は生きている。俺の場所まで道が伸びてきているだろう。放送室から出てみる。そしてその先の道を進むんだ。高橋くん優しいな。こんな変態にも手を貸すって。クソ、言いたい放題言いやがって。日当たとか言ったな。俺を恥ずかしめた報いを思い知らせてくれる。自爆だよ。恥ずかしめられたのは自爆だよ。いちいちその BGM 流さんかったらさ、今の状況伝えれんのか。
しかも今の BGM ブツっていきなり切れたな。とにかく道ができとうけんそっちに行けってことやな。とりあえず出て行って一直線だ。風に一直線でもうこっちまで来いや、寄り道するなみたいな感じになってる。扉のすぐ前か、換気口になっている。なんて都合がいい展開なんだ。そういう問題なのか。いいんじゃん、それはもういいんじゃん、分かったるから。もうあとこの BGM が流れた瞬間さ、ちょっと笑顔になるのやめなさい。まあ、とにかく今回の作品はこう都合主義がどんどん出てくる感じになるんやな。まあネタゲーやけんなこれ、絶対もう世に言うネタゲーやけんなこれは。完全にまっすぐになってる人形。あ、たかしくんのあのエイリアみたいな人形か。オルワだ。お前が平田たかしか。そうだ、よくここまで来た。お前は何者なんだ、なぜこんな姿でこんな場所にいるんだ。それは俺の方が聞きたいが、まあいい、だからまあいいで済ますな平田君って。君絶対面倒くさがりだね。俺はこの学校で殺された生徒だ。今は訳あってこの人形に宿っています。お前はこの学校から出る方法を知っているのか。ああ、知っている。あらやだ、ちゃんとした次の日みたいな会話になってるなこれ。突然この学校を支配している恨みっこに現代への道を開いてもらうんだ。恨みっこだと。そうだ、恨みっこだ。たかしくん絶対この主人公のお兄ちゃんがこうさ、娘のこうだと思っているってことに気づいてないな。恨みっこ村岡式子は4年宿組にいる。説得に行こう。一つ聞いていいか、その恨みっ子は可愛いのか。か、可愛いけど。え、なんでそんなこと聞くみたいな感じの反応やな。ふっ、そうか、行こうか、平田くん。何を察したんだろうこれ。ああ、行こう。なぜそんなことを聞いたんだ。いちいちなるんじゃない、別にいいやんこれ。中に行こうかってことは分かってるよ。で、突然切れるんじゃないこれ。トゥトゥトゥーでちょっとずつトゥーンみたいな感じで下がっていけばいいのにさ、ブズッて切れる。BGM がな。よしじゃあ行こうか、たかしくんがついてきたよ。あ、この欄には出てこんのね、たかしくん。前は出てきたような気がするんやけど、とりあえずご都合主義的に道は一本しかないんやけど、こっちでいいんだろ。換気口がひきなり変わっている。この学校は生きているんだ。俺たちをスムーズに4年宿命で導いてくれるだろう。いや、しきこさんもしきこさんでさ、なんでこいつを自分のとこまで引き込もうとしとんだろう。絶対俺遠ざけたいもん、しきこさんだったら。俺がしきこさんだったら遠ざけたいもん俺。てかもう、あかん部屋に、ドアがあかん部屋に隔離したいもん俺。なんて都合がいいんだ。ここまでご都合主義を前面に出すようなゲーム初めて見たよ。あ、あれ、これ先生か、ブサイクの先生じゃない、名前忘れた、ごめん名前忘れた。え、ちゃうなこれ、先生ちゃう、もしかしてこれみっちゃんのお母さん。え、これみっちゃんのお母さん、ここで出てくるかな。今おばさんみたいな人がいるだぞ。あ、内田先生か、ブサイクの先生って。今名前覚え出したけど。
内田先生の第2弾みたいなのが出てきたよこれ今。それがまさかみっちゃんのお母さんとは。は？誰もいないじゃん。この学校には俺と村岡、用務員のおじさん、そしてしきこさんしかいないんだ。あ、時代的には第1話の前ぐらいの話なん。あ、ちゃうな。みっちゃんが、みっちゃん自体がなんか雰囲気変わったって言ったけど、第2話とか3話とかそのあたりなのかな。時系列的には。おばさんなんているはずがない。でもきっと疲れてるんだろう。早く帰れるといいな。わ、たかしくん、こんな変なお兄ちゃん、変態のお兄ちゃんにまでこういう気遣いするとは。みんなもたかしくんみたいな誰にでも平等に、接する優しい人間になろうな。俺はそんな人間にはなれんかったけど。おっと、来た。内田先生と同じような感じで。お！あ、内田先生の DNA 引き継いとるぞ、これ。この人と近づいたらこういう下がっていく感じ。ほら今いたでしょ、ん？何もいないじゃないか。いや、なんでわからないんだよ。いや、わからないも何も、何もいないだろ。おかしいなお前の格好、その格好しといて何がおかしいなじゃん、お前。鏡見てみろ、お前。あ、一回見とるわ。それでいてさ、何も思わないわけでしょうがないわ。ごめんな。まさかみっちゃんのお母さんが内田先生の DNA 引き継いでるとは思わんかった。完全に内田先生と同じやり口で来たもん。おっと、来た。また第3回。ほら、いた！そして下がる。今、ゆって引っ込んだだろ。いい加減にしろ。ふざけてばかり嫌がって。あ、切れた。ふざけてるの格好だけにしろ。ごもっともです。本当なんだ、本当なんだよ日向くん。それにしたって、あの温厚な高志くんがあそこまで切れるとは思わなかったけど。そりゃあ、これぐらいのことをやりようだ、お兄ちゃん。また換気口か。この先は村岡のいる4年仕組み通じてるぞ。ほら、さっさと入れ。あ、ああ、わかった。けどさ、しきこさんのところ行ってお兄ちゃん何をするつもりなんだ。少し疲れたなぁ。ジーンじゃないわお前。ある意味ホラーやけどさ、本当の意味でのホラーじゃないんだよ。ちょっと動くな。平戸、この姿勢のまま少し休んでいこうか。いや、一刻も早く行ってくれ。たかしくんが後ろでおるんじゃな。そうか、無理をするなよ。いや、この状態でおることが無理なんだ。一応お前の体のことを心配してるんだからな。いや、大丈夫だから早く行ってくれ。ふっ、分かった。そこまでお前が言うのなら大丈夫なのだろう。いや、俺の目の前に広がってる光景が大丈夫じゃないわ。ああ、早く行ってくれ。ひろと、伝えたいことがあるんだ。今言わんでもいいだろ。てか、歩きながら言えばいいだろ。この学校でお前に出会えてよかったぜ。今言うことじゃない。ありがとうな。わかったから、早く行ってくれ。なんなのこれ。何気にたかしくんが真面目やけん、結構ツッコミキャラとしてちゃんと成り立っとんが面白いな。何気に相性いいんじゃないのかこの二人。
あ、早いな。もう過ぎちゃった。え、どうなるんこれ。ここが4年仕組みだ。いいか、村岡を絶対に怒らせるなよ。フラグにしか聞こえん。機嫌を損ねたら現代への道は開いてもらえない。お前は帰れないんだ。ふっ、任せろ。不安しかない、不安しかないよ。お兄ちゃん、女の心を開くのは得意だ。え？この言い方、女の心よりもさ、足を開く方が得意なような気がする。変態だもんな。そんな感じがするぞ。そうか、そうには見えんが。むしろ心を閉ざしてしまうような。任せろ、行くぞ平田。あ、あ、おる。てか時系列的に関係ではさ、あの第4話でさ、みんなでここにたどり着く前にこういう話があったんやなって思ったら、ちょっとお前ゾッとする。村岡四季子、やばい、すっげえ見てる。ちょっと、たかしくんじゃないよ。たかしくんのことも見てるんじゃないよ。隣のキモい変態のお兄さんに見てるんだよ。ひろたくん、何そのお仏は。お仏です、どうもお仏です。そんなのを連れてくるなんてどういうつもり。あ、いや、村岡さん。あ、さん付けしちゃった。違うんです、村岡さん。何か話せよ。ここ女の心を開くのが得意なんだろ。ふっ、分かったぜ。お嬢さん、いや、恨みっこたん、バカにしてる。一目見た時からあなたが好きでした。前に一回会ったような感じで言うな、お前。ほぉ。俺と結婚してくれないか。バカなの。確かに、俺は今、働いていない。働ける素質もなさそうに見えるけどね。そうなの。だが、君を思う愛情だけは誰も負けん。君は今、女子中学生、ジェンシーだ。日本の法律では結婚は認められてはいない。そして、君は死に、年を取らなくなってしまった。君は一生、ロリータのままだ。君と結婚したら、俺は法を犯し、犯罪者となるだろう。いや、すでに犯罪を犯してるような気がするけどね。だが、俺は構わない。日本国を敵に回す、それだけの覚悟は俺にもある。出てくるな、二人も出てくるな。俺の気持ちは本物だ。結婚しよう。終わった。村岡さん絶対 SNS に投稿しようとしてる。 Twitter に投稿しようとしてるわ。これ変態現れたな。何をしてらっしゃるんですか。めっちゃ撮ってるやん。村岡さん、その明るくって小さな機械は何ですか。スマートフォンです。話しかけないで、平田。はい。てか時代錯誤だよ。
シキコさんがおった時代、スマホなんかなかっただろう。まずさ、写真を撮れる携帯すらなかっただろう、お前。うわ、キモ。汚いものを見せられてしまいましたね。さようなら、変態ども。たかしくんまで変態扱いされてる。ふとんだとばっちり。ほっ。お？なんこれ？なんかが開いた。落とし穴だー。うおー、そんなサービスいらんぞ。はっちょ。道連れ。俺を道連れに。村岡、村岡さーん。お助け。ああ。なんじゃこりゃ。